はい、一人っ子でわがまま自己中 YouTuber ブラックボックスキング BBK です。はい、今日はですね、はい、これいいですね、これ、はい、あのカレーね、今下地の野菜を炒めてますからね。夏野菜、やる、玉ねぎ終わります、玉ねぎ、見えますか。はーい、玉ねぎはね、終わっちゃったんで、玉ねぎは終わっちゃったんで、今これ、はい、これね、切ったカットした野菜ね、はい、であの一応ですね、ね、圧力がまあ、あえて、はい、圧力、見えますか、圧力が、玉ねぎはもう、あのこれ、こういうふうに、このね、黄金色になるまでやりましたからね。はい、ベビーメタルです。ちょっとね、はい、今やってるんでね、こんなもんかな、焼けたかな、焼き、ポイントとしてはね、焼き焦げがちょっと焦げがつくぐらい美味しい感じです。これは圧力が、まあ、ティファールの圧力が見えますから。で、まあまあ、焼け焦げたやつもちょっと入ってるから、ちょっと焼け焦げたやつ取ってもいいかな。別にでも食えるけどね、焼け焦げたやつも。どうせさ、焦げてるやつ。はい、それでですね、このお肉、ピーコックストア、ほら、まあ、これちょっと予算の関係で、ほら、はい、でも国産です、ハーブ三元豚、これね 20% 引きになってます、なんか知らないけど、コロナの影響も知らないけど、はい、そしてこれもハーブ三元豚 20% 引き150円、まあ、これでね、安くできます。で最後ね、国産大和豚カレー用、これ320円、これは一応これは国産の豚肉も入れます、これ安いです、まあ、製作費大体2000円ぐらいです、この水も入れてね、はい、これもう大体これで12皿分作りますからね、これね、次じゃあこれ焼いていきますかね、はい、いいな、あのね、何人かでね、あ、何人か食べてくれる人がいるんでね、2000円かかってね、安くて何杯も食べれるってやつ、よし、ありがとうね、ちょっとパッケージのとこに、パッケージを取って開けて、あえてですね、下味はつけません、カレーのルー後で見せますけど、高いカレーのルー買ってるんで、いつも安いのも使っ、安いルーもちょっと換気扇の音、安いルーも使ってるけど、今日おすすめしてるルーはいつも使わない高いやつです、はい、エバラの、はい、横浜舶来亭、これは普通のルーの 1.5 倍します。でこれ12皿作るのに2つ使うから、普通のカレーを作るのに2倍の換金がかかります、これ高いですよ、これおすすめです、これ1回使ってみてください、美味しいからもね、エバラさんからエバラさんの CM 出れるように宣伝してます、これ本当美味しいです、最高です、しかもこの、ね、ブラック、あ、辛口ね、豚肉もこれね、はい、強火でいいかな、強火っていうしより強火でほら表面だけやりますから、圧力がまでやるから柔らかくなる、豚肩ロース3分間、豚肩ハーブ
サーブルと最前端のミックス。どんな感じかってもあれですね。映ってます？これね、はい、映ってます、これ。こんな感じ。はい、こんな感じでこれ、ね、焼いてますからね。イエイ。ラファエルクッキー、ラファエルクッキー。あ、ミービー系クッキーね、これね。この鍋、これね、さっき野菜を使った、野菜をこう炒めたフライパンでやると、野菜の味もこれ入るし、だしも入るし。煮込んじゃうと一緒だけど。だいたいね、肉のね、焼き加減なんですけど、ですね、あんまりね、圧力釜使うから、まあ、このぐらい、このぐらい、このぐらい、見える？こう、こう、このぐらい、このぐらいにして表面だけを、表面だけを やって、あとは圧力釜で味を出す。表面だけやって、こんな感じ。混ぜる、これ肉と野菜とこう交互に混ぜる、はい、混ぜます、はい、水の分量はこれに書いてある通りです。教科書通りです。まず沸騰させる。こっちのここがあるじゃない、こっちだと、ね、ちょっと伸ばして、こっちでやると早いから、ちょっとまず沸騰したらね、20分圧力釜かけて、あとは冷まして、20分圧力釜かけて味が出たらルーを入れて、今度冷ましてできる。編集しないんで、これで一回しばらくしたら切っときますから。黒いマスクもらいました。イエイイエイか、こうか、洗いながら、フライパンこれ、
私もちょっと待って、ちょっと壊しちゃう、この圧力も2つです。あー、これちょっとこっちこう来て、で、あー、おはよう、ここにしたゴムみたいな、たわしのゴムみたいな、ここにしたたわしのゴムみたいな、ここにしたお、なんかすげえ、おい、ちょっと待って、やばい、ちょっと回してた、はい、これで切れました。これね、沸騰するまで時間かかるからね、沸騰するまで時間かかるんで、これ圧力釜、イエーイ、ティファールの圧力釜、これ結構使ってますね、なんかね、真面目です。はい、 BBK クッキングです。はい、じゃあこれね、 BBK クッキングの圧力釜ですかね。まあ沸騰してから20分だけど、まあまあまあいいでしょう。はい、20分ぐらいでタイマーかけます。ピッチッチッ、圧力、よいしょ、ルーはこちらです。ご近所のスーパーで売っております。浮かびますか、エバラ、6皿分しかこれできないので、あの家族みんなで いっぱい食べたい場合はこれを2つ買ってください。6皿分ですか、2つか、下手なレストランよりも、まあ、そこら辺のレストランで食べるカレーよりもうまいです。それでは、完成は次の動画で撮ります。さよなら。なんとかクッキングの真似じゃないですか、手振ってのね、フリフリ、じゃあねー。